はい。こっちか。柏処理 NHK をぶっ壊す。ということで。令和元年2019年12月の14日、えー、土曜日です。時間は23時20分であります。NHK から国民を守る党の大橋正信でございます。ということで。よいしょ。よろしくお願いいたします。はい。ちょっとね、あのー、女性の方から、えー、お電話いただきまして、まあ、ちょっとあのー、こういうことがあって、ということで。 で、まあ、情報提供をね、していただいて、まあ、YouTube でこういったお話をしていただけたらということで、今、えーまあ、ね、このように動画を作っているんです。で、どういう動画、どういう話かというと、まあ、えー、その女性の方、えー、受信料20ドリされていた、されていた。あ、出ました。まあいいや。 れていた方のお話であります、はいまあ、どういうことかというと、まあ、ざっくりとね,、えー、ざっくりとねお話をさせていただくともともと NHK と放送時新規約をされていた方のようですで、えー、その方がね当時住んでいたところから引っ越しをされたそうです。 で引っ越しをされて引っ越し先で NHK の集金を訪問してきて契約しようと <laughs> 契約しようと言われてまあうーんちょっと言い方悪いですけどもね、まあ、無知だったんでしょう知識がなくてねあの言われるがまま契約をしてしまったそうです、えー、もちろんね、えー、引っ越しす前のところで契約していたであるならば 引っ越した先でもね、その契約は有効です。はい。えー、継続されています。にもかかわらず、NHK 集金人も、そういった聞き取りをすることもなく、もう、事実確認もすることもなく、ただもう新規の契約しろということで、まあ実質20、二重取り、二重契約、二重で受信料を払っていくことになってしまったということでありました。で、これね、 えー、二重契約をしてからだいぶ経ってからその経緯に気づき、あこれですね、はい、気づき、えー、NHK に問い合わせの電話をしたそうです。えー、二重で受信料を払っている状態になってしまっているので、受信料返金してほしいというような胸の、ねえー、ことを言ったんですが、えー、断られてしまったと、突っ跳ねられてしまったと。 いろいろね、その方、えー、いろいろ調べたそうです。えー、返金してもらうのはどう,にしたどうしたらいいかということだったんですが、いろいろ調べたんですけども、これ残念ながら、えー、この女性の方、二重で受信料を払っていたという証拠を、ね、手元になかったそうです。つまり、えー 引っ越す前の、えー、契約時の銀行口座と、えー、引っ越した後の銀行口座ってのは別だったそうです。ただ、その記録がどうしてもね、見つかんなかった、なかったそうです。ということでこれ残念ながら、えー、NHK に言って、返金、まあ、これどうしても認められないということだったそうです。まあ、ただね、 え二重契約という事実は確認できたので片方は契約まあ解約と契約は解約してもらったそうですだから2つあったうちの1つはえ解約手続きをしてもらって1つだけ契約が残ったとまあね証拠があればねた例えば NHK が 返金しないというふうに言ったとしても、えーまあ、証拠があればねそれを縦に、えー、交渉であったりだとか、まあ、最悪ね、ね、まあ、最悪って言い方は正しいか分かりませんが、えー、裁判も辞さないという姿勢を、ね、取ることも可能だったんですがただ残念ながら手元に記録がない証拠がないということで泣、まあ、く泣く返金は行われなかった。 いう事案の報告をいただきましたお電話をいただきましたまあねあのー、めったにはありませんこういう二重契約をしてしまったさせられたっていうねでもたまにあるんですよ例えばですけど、えーまあ、家族で住んでて、えーまあ、ご主人さんがね本契約してたけども、えー、引っ越し先で。 あ彦先じゃないや、えー、と単,身赴任単身赴任か。あ、違うな。これこれ違うな。えー、っとあ、ごめんなさい。ちょっと今の忘れてください。ごめんなさい。まあ、ね、でもね、たまにあるんですよ。やっぱりね、あのー、解約をしてもらってると思って。 もともとね、契約していた方がテレビを手放して、解約したと思ってずっと過ごしていて、で、またテレビを持って、NHK と契約して、という方が、解約したつもりだったのが、実は解約されてなかったとか、過去にありました、そういったことが、二重契約になってしまったってことがね、過去にありました。 だいぶ前ですけどね、それどうしたかな途中からね、そういったなんか相談の電話がなくなったかなかちょっとその経緯っていうのはわかんな,なくなっている部分もあるんですけども、これね、ほんにたまーにあります。二重契約って。本来は、えー、NHK の放送受信契約っていうのは世帯契約なので、世帯契約なので、ね、あのー、NHK の放送受信できる機器が何個持っていようが、 えーまあね、車のカーナビがついてても、ね、ワンセル機能付きの携帯電話を持ってたとしても、えー、お家にテレビがあったとしても、えー、なんだっけチューナー付きの、えー、パソコンを持ってたいたとしても、いくつ持ってたとしても、基本的には1契約、えー、1世帯1契約なので、二重契約ってことはまずありえないんですけども、まあ、集金人がね、まあ、雑な、 個別訪問してると、ね、契約業務をしてるっていうことがありますので、ね、雑なね、雑な契約をしてるってことがありますので、こういうね、契約時におけるトラブルが、実はもう本当に非常に多いですよ。まあ、悪質な個別訪問っていうこともあるんで、もうね、嫌がらされた、犯罪行為をされたってこともありますけども、こういう二重契約をさせられたっていうケースもね、まあ、あるっちゃあります。はい。で、NHK は基本ね、えー、返金や応じないという、という姿勢をとっていますが、でもこれね、 あの、交渉次第では、しっかりとしたこっちがね、確たる証拠があったりだとか、えー、裁判も辞さないぞというようなね、えー、毅然とした態度を取ると、そういったね、えー、交渉、まあ、要は交渉力ですよ。交渉力をしっかりと NHK に言って、えー、裁判の、時には裁判も辞さないぞと、しっかりこっちは証拠があるんだぞということを伝えると、返金されることも当然あります。あるんです実は。 あの泣き寝入りしてくれそうな人に対してはもう返金できません返金できませんって突っぱれるんですけども誰が泣き寝入りするかとこっちは証拠しっかりとあるんだよと裁判,裁判やったって受信料返金してもらうぞっていうねこう確固たる強い意志を持っている人に対してはもうねめんどくさいんですよやっぱ NHK も,もう泣き寝入りする気がないんだったらもう金で解決するんだったらまあ大してやろうわみたいなそういう態度を取ることもあります でですのでね、諦めることなくしっかりと、えー、無駄な金を払いたくない無駄に払ってしまった余計に払ってしまったものに関してはしっかり返し,返してもらうぞという思いがあるのであればしっかりとね確固、えー、たる動かぬ証拠、まあ、そういった記録ですよね受信料20人払ってしまったとっいう記録をしっかり取って、えー、保管して で、NHK にバスーンと言ってやると受信料払いこあ受信料返せこらっていうことをね言ってあげてください言ってあげてくださいっていうのおかしいな言ってやってください泣き寝入りはダメですよ、ね、正直者がバカを見るような、ね、契約されてる方ですよしっかりとねまあ無知,無知だったってことはあるかもしれませんけども受信契約してお金払わなきゃいけないと思ってらっしゃる方ですよそうやってね、あのー そういった無知な人を、えーまあ、意図的か結果的か分かりませんけども、まあ騙してしまって余計にお金を取ってしまったっていう結果になってるわけですからそこはね誠意を持って対応すればいいとは思うんですけどもね NHK はねまあまあ泣き寝りさせようと、ね、余計に払ったお前が悪いんだろうというような姿勢を取っている NHK ですからまあね、えーまあ、そういう事案があったということで。 多くの方にね、そういった、えー、二重払い、二重契約していませんか、大、え、橋、ー、さん、どうぞお願いしますと、注意喚起も含めた上でえで、ー、YouTube 作ってくださいというようなね、えー、情報提供をいただきましたので、ぜひね、えー、私は大丈夫、僕は大丈夫と思っていらっしゃる方も、まあね、引っ越しを何回かしてる方がいて、契約している方、ね、 あそういえばなんか記憶が曖昧なところがあるなという方がいらっしゃるのであれば、い、え、ま、ー、一度、ねえー、通帳を記入するないし、えー、請求書をしっかり、ねえー、見返していただいて二重払いしていないか二重契約していないか、いま一度ご確認していただければという,ふうに思います。 何かあれば NHK からふみはードにご連絡ください。当然私でも結構です。動画説明欄に電話番号を書いてあります。NHK に関するご質問、ご相談があればお電話いただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。柏将里 NHK をぶっ壊す。